栗原博之は日本の企画演出家、CM ディレクター、クリエイティブディレクター。日本映画監督協会会員東洋シネマを経て、1987年フリーになる。独立後、JAL の PR、CM をメインにおよそ10年間、企画演出を行う。1990年代、JAL、アメリカオンビデオ、イズ大学、宝くじ、黒金学習デスク。 アートネイチャーキャンペーン、小島電気シリーズ、ペンテル、講談社雑誌エクボシリーズ、その後、生保、サントリー飲料、富士家、おもちゃ、各種ゲームソフト、不動産、そしてトヨタのプロモーションをメインに演出している。なお、日本国内にとどまらず、海外での制作も多く、米国、欧州、台湾、タイ、上海と、現地スタッフとの共同制作も多い。 2003年度は台湾で大手飲料メーカー、統一の投入の CM を台湾の制作会社と行う。そして2006年度は中国上海で東芝の CM を中国スタッフと制作。日本国外での撮影制作活動は多岐にわたる。1979年4月から81年2月株式、会社 BB プロモーション制作部入社 TV 東京。 話題の医学の演出、制作を3年間担当。日本全国の病院や大学を取材、またスタジオで医学博士などを招いて番組収録。さらに、医学、薬品の PR 映像、及び学会用映像も制作。また、障害者用教育ドキュメンタリー映画、劇場用映画、 大泥棒ホッツェンプロッツでは、共に、文部省推薦をいただいた。1981年3月から83年3月、三優工業株式会社システム業務部、入社システムエンジニアとして、NEC に出向。NTT の料金徴収システムのプログラムを担当。このプロジェクトは他社を含め、お層そ300から500名で構成。 日本電気多町本社と NTT の三鷹校舎にて、その第一次プログラムを作成し納品。1984年4月から84年11月株式、会社東洋シネマ入社企画、演出部に入るも、即、第一制作部にて、JAL のプマドとして、日本と海外の撮影制作を担当。多い時では100人以上の内外のスタッフともに、ハワイ、アメリカ、ヨーロッパと、 CM および PR の撮影や制作をこなす。この間海外での出張が大半を占める。なお、日本にいるときは、日清政府には鈴木自動車など、他の制作も行う。この年、第一制作部独立のため、ゼオキに、本来の企画、演出として退社。フリーランスとして、海外の仕事をこなす。1985年5月から89年4月。 東京ミュージックテレビジョン株式会社入社取締役プロデューサーとして MTV の日本語版を担当。また、海外の番組の買い付けも行う。そして、ファッションブランドビギの映像プロモーションを担当。ヨエイナバ、メルローズ、MOGA などの春夏、コレクション映像や CM などを制作。なお、この間にも自身の企画、演出の作品も作る。 1989年4月から2003年3月、主に自身のマネージメントを行うため、有限会社ケース1設立。代表取締役ディレクターとして、JAL を中心に CM や PR を多数制作。予算や制作状況に合わせ、海外スタッフとの撮影や制作も多く展開。内外スタッフは作品により、多い時では300人を超える時がある。 この間委託業務が大半で自身以外は外部スタッフにて構成され、その管理も重要な業務におけるポイントとなっていた。およそ14年を経て当社を解散。2003年4月再びフリーランスの企画、演出として独立。企業 PR、CM を中心に企画から立ち上げ、プレゼンテーション、演出、制作まで全てを担当する。つまり、 映像作品を中心に広告、宣伝をトータルに行う CD としての全体を見る仕事が多くなった。なお、予算管理や制作振興のプロデューサー的役割も同時に兼ねることも多々あります。最近は PR、CM だけでなく広報、マーケティング的な企画やコピーライティング、通販番組の企画構成、さらに各種デジタル映像の企画や演出、 制作も多くなっています。ありがとうございます。